ばんは。あ、笠置さんありがとうございます。ありがとう。こんばんは。はい、ゆみりんが9時40分をお知らせします。ごめんね、ちょっと予約してた時間もあったのですが。あ、なんなんせいさんありがとうございます。出会い頭のネギトロさんありがとうございます。はい、ということでですね、はい、ということで今日は日曜日、久しぶりに日曜日に、よかった、できて、あんこちゃんラスト日です。イエイイエイ、あんこちゃんラスト日よろしくお願いします。そしてこの配信の後半には来週の絵柄を発表したいと思います。なのでよかったら最後の方まで見てもらえたら。私全然見れなくって、眠くなって寝ちゃっても、あの明日私の公式 X でも、あの写真集公式 X でも絵柄これですよっていうのは載るので、はい、全然良いです、良いです、よろしくお願いします。ほう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 、トンシさんありがとうございます。ということで、ということです。あんこちゃんありがとうございます。皆さん、あ、そしてですね、はい、今日発表があってたので改めてお伝えしますが、私の最終活動日、そして卒業公演の日程が発表されました。卒業公演最終活動日は今月末11月30日です。はい、そうなんです、今月いっぱいお世話になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、そしてこのショールームで買えるように、私がその特別配信とかじゃなくって、こうやって日常的に配信をしてそこで買えてみたいなものも、30日までになります。浜さんありがとうございます。ってことはこういう絵柄、生写真の絵柄はあと 1,2、 まあ3種類かな、2種類半半ってなんだ、でもそう、最後の週は1週間ないので、そうだね、しかも多分私先に言っとくと30日は
アイドル最後はステージで終わりたいので、多分30日は配信はないです。はい、ので29日が最後の配信になるのかなと思います。そう、最後のアイドル姿はそうステージでさよならしたいのでよろしくお願いします。あと数日よろしくお願いします。スースーとかもなし、うん、わかんない。その30日に公演以外に 何かがあるかもしれないし、ちょっとわかんないです。あんまり先のことそうわかんないです。ただ30日の夜はしないです。公演終わった後の配信はないですって思っててもらえたらです。はい、マサさん、グッちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで最後の、そう、あ、ファンクラブに入れば、あ、そうだねそうだねはい、ファンクラブ、あ、メールもいろんな、その私の SNS ST48 としてやっているそのコンテンツはすべて11月30日までで終わりです。あ、みんなメールの解約を忘れなく悲しい、寂しいね。そう、メールって解約しないと勝手に300円払い続けちゃうことになっちゃうので、そう忘れなきように、すべて終わります。ただ私が今月の頭に始めたファンクラブ、ファンクラブは、12月に入っても引き続きありますので、その例えばメールだったりとかいろんなものを見てくれて応援してくれて、あ、いろんなものがなくなっちゃうなって思う方も、そファンクラブでのそのブログだったりとかいろんなものは引き続き11月と同じ感じで、多分同じ感じか分かんないけど、さらにグレードアップするかもしれないし、しないかもしれないし、分かんないですけど、その、そう続くので、そう、もしこれからもいろんな私のいろんなことを見たいなとか、これからも応援したいなって思ってくださる方は、そうファンクラブにをチェックしてもらえると、そう良きです。なんかそんな別にそうですです、はい、そうです。ファンクラブ11月30過ぎたら更新しないとかないです、ないですそのそう滝野由美子としてのファンクラブなので、あれはそうなので、そんな大丈夫って、ただ入ってないと、入ってないくて、その勝手に、あ、なんかその最近見ないとか遠い存在になったとか、そう言われても言われてもっていうか、そのそうメールとか普段チェックしてたけどメールが来なくなって、でまあそれはそうなんですよでもそういうコンテンツがギュッとファンクラブに入るので、逆にファンクラブチェックしてもらってたらもうなんかいろいろと更新したいと思うので、お楽しみに。あーちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうです。そう
そこでは引き続きなんだろうな、そうファンミーティングがあるか、そうなんかいろんなファンクラブイベントとかもやりたいし、そうなんかせっかく私は STU にいる間も皆さんにすごい大切にしてもらったし、いっぱい応援してもらったし、その応援してくださった皆さんに本当に感謝しかないので、その卒業したからってこうみんなとみんなはいありがとうございましたじゃなくって、そうこれからもみんなと一緒にいろんなこと頑張れたらいいなって思ってるので、そうこれからも応援したいなって思ってくださる方は、そうファンクラブチェックしてもらえると嬉しいなって感じです。アッキーさんありがとうございます。タイムファインさんありがとうございます。そう、ふわです。まあでもきっとこうアイドルが好きで、私がアイドルだったから応援してたっていう方もいると思うんですよ。それはそうだから、私がその卒業をすることによって好きな分野ではなくなるから、また違うアイドルを応援しようっていう方もいると思うので、そこは全然否定しないし、そうこれからも自分の推したい子を素敵に推してほしいと思う。私はそう、私的には寂しくなっちゃうけど、そうそうなの、やっぱりアイドルが好きっていう方もね一定数いると思うので、これからもそうアイドル素敵な活動をされてください。私もみんなに応援してもらってすごく嬉しかったから、そうこれからもその応援してもらう側が嬉しいなって思うような応援をこれからもしてほしいなって思います。そうあジャックさんありがとうございます。応援の仕方は人それぞれ、そうだね、応援の仕方はだって応援する理由とかも多分人それぞれだと思うので、そうなんか無理にそんな、そう無理、お互い無理はしないでおこう、きっと無理しちゃうとそのなんだろう、アイドル応援したいのにその私がアイドルじゃなくなっちゃうことによって、多分こういう応援がしたいのにみたいなのとこうすれ違っちゃった時にどうしようもなくなっちゃうから、そうアイドルまたしてって言われても、そうもう卒業はしちゃうので、それだったらもう全力アイドルっていう方を応援してください。寂しいけどね、そうもう応援しなくていいよっていうことじゃなくて、そうそうなんかね、みんなのしてほしいことと私の活動がすれ違っちゃった時にお互い悲しくなっちゃうからね、のでそう全然そこは自分の人生をなのでですね、
互い楽しめなくなってますね。みんなにはそうずっと笑顔でいてほしいし、そう楽しんでほしいからね、うん、です。服部半蔵さんありがとうございます。そう、心から応援してもらえる方がいい。そうだね、うん、そう、なんかみんなにはそんな無理してそう欲しくない、悲しくなっては欲しくないから、なんかそうだね、その大切にしてくれる人たちを私も大切にしたいから、そう、あ、なんかそう私記事にも書いてた、書かれ、そうインタビュー記事でもなんか同じこと言ってた、同じようなこと言ってた。はあ、いいねしてたのでよかったら見てね。なんかね、後輩に伝えたいことはありますか？自分を大切にしてくれる人を大切にしてほしいです。そして自分のことも大切にしてほしいです。活動を続けていて感じたのは、周りの人全てが自分を大切にしてくれるとは限らないということでした。それでも自分を大切にしてくれる人は必ずいます。だからそういう人のことを大切にしてあげてほしい。読みました、ありがとう、ありがとうございます。そうきっとそうなの、ね、ね、いろんな人がいるから、そう私もなんか約7年間活動してきて、やっぱりそのこう私がなんか落ち込んじゃったりとか、すごく深いっていうかなんかそう私がすごく嫌な気持ちになるようなことを言いたい人っていて、そういろんな人がいるからね、世の中には。私のこともみんなみたいに大好きだよとか応援してるよって言ってくれる人もいれば、そのやっぱり自分がなんかいることっていうか、自分の存在が気に入らなかったりとか、なんかいろんな人がいるんですよ。でもやっぱりこの活動っていうのは、そういう声が直接聞こえちゃったりとか、そのそうなんかあることないことなんか言いやすいっていうか、そう立場なのかなって思うので、そう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 、どうしてもそのたくさんみんなの応援が聞こえてくる分、マイナスな言葉もなんか同じぐらいそのフィルターかからずにっていうか、直接届いちゃったりすることもあるので、なんかそう全然もちろんそういう人がいるっていうのは悲しいことだし、なんかそうやってね、いろんなマイナスなことを言いたいみたいな人がいるのも分
かるし、それをなんか気にしないでとも思わない。なんかそう、気にした方が悪いわけじゃなくて、絶対そういうのは言ってる人の方が良くないから。そうだから、そう逆に、そうなんだろうな、そうもう、でもそのそんな言ってくれる人もいるけど、大切にしてくれる人もいるから、そういう人を大切にしてほしいなって思うし、私も自分もなんかそうや、そういう人たちをにありがとうってたくさん言える活動ができたらいいなって思ってます。あ、松五郎さんありがとうございます。同時にやっぱり自分もなんか自分のことを大切にしてあげたいなともさ思いますね。なんかそう、なんか難しいけど、なんだろうな、自分が我慢してなんか自分が我慢して過ごすより、ちゃんとなんか自分が自分を大切にしないと、多分そうなんかね、逆になんか大切にしてくれてみんなに申し訳ないなって思って、そうそう、だからなんかそうだね、こうなんだろう、自分の人生はさ、自分の納得する人生になったらいいなって思いますかな。やっぱりそのそうだね、聞き分けがいいような、なんか表だけのいい子ちゃんじゃなくって、なんか本当にその場しのぎじゃ、なんだろうな、難しいけど、なんかそう、結局でも自分が悲しくなっちゃったらきっと応援してくれてみんなも悲しくなっちゃうから、人に迷惑さえかけなければ、そうだね、なんか他人は変えられないけど自分は変えられるから、そう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 、もちろん人のことには口出しはしないけど、なんか自分のことはちゃんと自分事として、なんかそうだね、違うことは違うって思えるし、なんかなんだろう、それをちゃんとトゲのない感じで相手に伝わりやすく伝えられたらいいなって思います。こう難しいですよね、いろんなことが。なんかはいっていうだけなら何の
なんてことないんだけど、それは違うかなってなった時に、その伝わりやすさだったり、こういい意味で違うと思うことに対して、このなんかプラスな表現とかプラスな感情をの伝え方っていうのを、なんかこうきっとそこまで考えるって自分にも余裕がないとできなかったりするから、そうだからちゃんと自分に余裕を持って、なんかいろんなことを話し合ったりとか、相手の意見聞いたりとか、いろんなことをしていきたいなって思いますし、自分の意見を聞いてくれる人っていうのも大切にしたいなって思います。やっぱりこう自分が伝える時って、向こうが聞いてくれないと、そもそも自分がどうやって言おうかなとか考えてたことすら受け取ってもらえなかったりするから、そうちゃんとなんか聞いてくれる人を大切にしたいし、その例えば聞いても、なんか聞いてすらもらえなかった時に、あ、そう聞ける人になろうって思うよね。だからそうそう、これは全然なんかそう何のこととかでもなく、私のこの7年間のなんだろう、7年間のこと、7年間のことっていうか、そうきっと私の考えがグループの考えと違うこととかもあると思うし、なんかそれを、あ、自分の考えとは違うけどこれはグループの考えなんだってなってたことが、きっと卒業した後ってそのグループの考えだからとかでもなく、全部なんか自分と自分の周りの人の考えになるから、そのなんだろうな、そうここはなんか自分でも逆に考えないといけないから、ちゃんといっぱい考えようと思います。そう私本当にね、このね7年間のめちゃくちゃ究極の受け身だったんですよ。それでもちろんいっぱいいいこともあったし、あ、はいって言っちゃったけど、なんか結局違ったかもな、でも自分も違うって思ったのに言えなかったなだったりとか、なんだろうな、そうか受け身すぎて自分の意見が持てなかった時もあって、でもそれって結局なんか受け身だったのは自分なのに、言った人の言われたからみたいな感じに思っちゃう自分がすごく嫌で、そう、あ、トメさん、ホームズさん、ありがとうございますね。すごい自分の人生なのに人のせいみたいにしたくなくって、そう
でも私はそのなんか言われたからみたいな感じのとこもあったとして、でもなんだろうな、そう、でもそういうのがなんか、そう、なんか今まではいい意味でもいろんな意味でもっていうか、そのなんだろう、こう判断してもらえることが多かったのが、卒業した後はきっと自分で判断しないといけないこととかももしかしたらあるかもしれないし、そう、でもそうなの、だからちゃんとどっちにしろ、そう、自分の人生はちゃんと自分に責任を持たないといけないなっていうのはすごく感じましたね。なんかそう、あまり考えすぎて苦しまないでね、ありがとう。でもそう、多分これからもこのこれまでも今もこの先もきっといろんなことに自分は悩んでいくんだと思うけど、そうだね、自分の人生に責任を持って頑張りますし、だってファンクラブも始めたけど11月からその年会員の皆さんもいるわけじゃん。ってことはそう、私はみんなの1年分の楽しいをそう共有できたらと思うので、そう、これからも一緒に楽しんでもらえるとです。みんなもそんな私を応援してることに気負いせずっていうか、そう、みんなもが楽しいなって思ってもらえたら私は一番嬉しいから、楽しんでいきましょう。バディさんありがとうございます。そう、し本当にSTU がなかったら私はこうやってアイドルになることってなかったので、あと半月ぐらいですけど、改めてそのグループのために、そう、グループのメンバーとして頑張りたいし、そう、なんかそのこの半年がお互いにとっていろんなプラスになることがいっぱいあったらいいなって思います。そう、まあまずは発売日もありますしね、はい、そう、そうだね、ありがとう、はいはいでも本当にいろんな7年間、私は20歳になる年だったので19歳で入ってて、バイトとかはしてたんだけど、なんかすごい子供だったなっていうか、すごいいろんなことをやっぱりなんかいろんな人にいっぱいアドバイスもらって、もちろん今もめちゃくちゃアドバイスもらったりとか、逆に自分から聞きに行ったりとか、今日はどうでしたって
きに行ったりとか、そうアドバイスいっぱいもらうんですけど。あ、三色パンダさんありがとうございます。そのなんかなんだろうな、まあそうだね、そのアドバイス自体もいっぱい、なんかいろんなこと自分のプラスにできたらいいなって思ってます。そうもちろんみんなの言葉もなんだろうな、こうなんか褒めてくれるコメントとは別でさ、例えばもっとこうしたら良くなるのにとか言ってくれ、なんか必ずしもマイナスの言葉が全部私にとって不必要なものではなくって、例えばそのなんかそう何でもかんでももちろん褒めてもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいし、そういう存在って自分にとって強いんだけど、そうなんかそこであですよねってここを頑張ろうとかなることもあるし、逆になんかそういい時はいいっていうし、悪い時は悪いっていう人のなんか悪いことっていうか、そのなんかアドバイスっていうかは自分の中で吸収していこうって思うけど、何をしても悪いことを言いたい人ってきっと私が何の選択肢を取っても絶対なんかこうすればよかったのにとか、なんかこうだからダメなんだよとか、そう結局言いたいだけの人とかもいるから、そういうところはその本当に大切にしている人のコメントなのか言いたいだけの人なのかっていうのをなんかそういろいろ、でもこれはなんか7年間ですごいなんだろうな、自分でちょっとなんか分けられるようになったのかもしれない。あ、デリピーさんありがとうございます。そうそうそう、判別できるようになった、うん、なんかやっぱりすごい嫌なこと言われるっていつまでも嫌なんだけど、そのなんだろうな、それに対してなんか全ていやそれは違うのにとかを言いたい人なの私は、その全てそうじゃないからみたいなのをすっごい言いたい人なんだけど、ただそういうコメントだったりとかそういう人を相手にしてるとなんか私を大切にしてくれてる人に避ける時間がなくなっちゃう、なんか今日これ楽しかった、え楽しかったよねみたいな話をする時間がなくなっちゃうから、なんかすごいもったいないなって。あ、フェリオさんありがとうございます。そう結局でもそうなんだよね、うん、そうだから大切にしてくれる人を大切にするっていうのはきっとそういうことなのかなってね。そう感じですかね、うん、そうきっと。赤みつやつやだねありがとうそうだから私はこれからも自分を大切にしてくれる方々を大切にしていきたいと思ってるので、なんかそうよろしくお願いします。きっと自分が今後
もっといろんな人に知ってもらえた時に、もっといろんな人からマイナスな言葉って飛んでくると思うんですけど、そう今ぐらいの、今ぐらいのっていうか、そうもっとね、もっと知ってもらうためには、そう多分私のことが本当になんか、そう気に食わない人とか、なんかきっといろん大きい世界に出た時ほどいろんな人がいるからね。そうだから、なんかそうなったとしても、大切にしてくれる人を大切にしたいなって思うし、そうだね。って思います。そうそう、分母が広がる分人数は増えます。そうだね。きっとどっちの人数も増えていくと思うけど、私が進みたい道はきっとそういうところになってしまうのかなって思うので、そう、まあなんだろうな、もちろん人には嫌われたくはないのでなんかそんな、多分そう気にしないにしろきっと傷つく気はするんだけど、そういう時こそやっぱりみんなはその私のアイドル時代も知ってるわけで、そうだからなんかそういう時も一緒に頑張れたらいいなって思います。落ち込むたびにファンミーティングやろう。え、もうそれは超いい来週やりますみたいなそんな多分そんなすぐはできないと思うけど、もうそれぐらいでもうちょっと、はい、召集っていうかはい、みんなおいでってなるかも。だから引き続き多分 SNS とかはどうなるんだろうな、アカウントはどうなんだ、まあでもどういう形にしろ SNS はするので、 X だったりインスタだったり、そうそうだからね、そういっぱいコメント変わらずもらえると嬉しいです。変わらずと、なんかお話し会とかがそんななんかさ、そんなこんな頻度であるわけじゃないと思うんだってなった時に、やっぱりみんなからのコメントだったりとか言葉とかって言わないと分かんなかったりとかするから、そうあのコメント可愛いとかおはようとかだけでもいいから言ってもらえると嬉しいな。そう今までなんかそうだね、配信もとりあえずは30日その卒業でまあ一区切りですね。一生しないかはわかんないけどわかんないけど、一生しませんとは言わないけど、そうあのなんだろうな、うん、こうやってなんかほぼ毎日する
みたいなことはないのかなって思います。そうやってほしいなとか言ってもらえるのはめちゃくちゃ嬉しいので、なんかそうなんかできたらいいなとは思ってるんですけど、そうだね、まあとりあえずは一区切りって思っててもらえたらって感じです。はい、きっとその私今配信はショールームしかしてないけど、あのどうだろう、そうだね、そうそうだね、でも私自身なんか配信してリアルタイムでみんなにコメントもらえるってすごい、なんかそう配信は好きですよだからね、そうだね、なんかそこもやっぱりなんだろう、ファンクラブとかでももし配信ができるんだったらしたいな、そこは、うんうん、逆にちょっとそこは要相談だなね、できるといいね。そうだね、なんかそう本当にファンクラブってそんな感じのなんか本当にブログだったりとかいろんななんかいろんななんかね、そう身近なところになったらいいなって思ってるので、配信なくなると寂しい。そうだからファンクラブとかでもしできるんだったらちょっと聞いてみよう。ファンクラブ限定の配信とかあるよね。でもどうわかんない。あったら、そう、うん、嬉しいなね。なんか配信って私、その配信を通じていろんな人に私を知ってほしいっていうより、なんか私自身はもうなんか私のファンの人がそれでなんか喜んでくれたら嬉しいし、私もなんか私をのなんかなんだろうな、みんなと話せたら嬉しいなって感じなので、そうそう、ファンクラブでやるとかもいいかもな。ちょっとそう10時間あって、そうそうそう、私そう私も別にそのもちろんいろんな人に見てもらえるのはめっちゃ嬉しいけど、そのなんか拡散してほしいわけじゃないじゃん、私配信をね。だからそれってなんか私のなんかみんなと話せたらいい、それでいいっていう考えと、みんなの配信が見たいっていうのはファンクラブとかだと一致するのかなね。配信ができるのかとコメントができるのかと聞いてみよう。一人で自分の画面を見ながら配信するのはちょっと悲しい。みんな
のコメントは見たいからね。コメントしてもらえないと私はあはあってなっちゃう多分そう人見知り発動しちゃうきっとですね。ね、でももっとなんかそうだね、うんうん、そうだね、応援してくれるみんなと楽しみたいな。独り言になるね。独り言になりますね。あ、一粒の麦もしさんありがとうございます。一粒の麦もしさん、一粒の麦もしさん、一粒の麦もしさんありがとうございます。ありがとうございます。新旧タワーありがとうございます。あんこちゃん最終日です。あ、どうしようかな。11時ぐらいになったら来週の絵柄を発表します。本なら発表します。ワクドキ。そう、もうあと3種類、2種類ちょっと、2種類ちょっと。そう、最終日、最終日が最終週が3日間とかになっちゃうな。来週もいっぱいチェックしてもらえたら嬉しいな。そう、やっと言えた、みんなにこの日までです、何週までですっていうことを言えました。コンプします、ありがとう。ぜひ最後まで応援してくださる方は最後までよろしくお願いします。そう、全8種、全8種だって、だってってです。ちなみに絵柄も、そう、今回の絵柄もそのスタッフさんとこれがいいかな、これがいいかなって言って、そういっぱいこれがここにの種かなっていうのもいっぱいみんなで話していろんな写真を見て選んだので、そう、ぜひよろしくお願いします。そう、お気に入りじゃない写真みたいなのはないです。さあ、なんかこれお気に入りじゃない、全然お気に入りじゃないのに生写真にされちゃったよみたいなのはないです。その、選び合って、そう、もちろん私のなんか意見だけじゃなくって、なんかそうで私もあめっちゃいいってなるし、なんかその編集の方だったりも選んでくれてたりとか、そう
あ、カープップさんありがとうございます。そう、全部お気に入りの写真。そうだからこそなんか、そう、私もその一緒に決めたいですっていうスタンスなので、より打ち合わせの時間だったりとか写真のセレクトの時間だったりとか、例えば配信終わってやってたりとか、なんか移動中にやってたりとかするんですけど、いっぱい私も時間かけてるし、その出版社の方もいっぱい時間かけてくれてるし、そのマネージャーさんだったりスタッフさんだったり、いろんな方がそのこれがいいよねみたいな、これでじゃなくてこれがっていうような、そう、時間をかけてみんなで、そう、素敵な写真集に仕上げてくださってます。でもやっぱりそのいいものを作りたいよねってなると、どうしても時間がかかっちゃうし、だけどなんか そこは時間をかけてなんか妥協したものをみんなに、なんかこれいいでしょって言いたくない、すごいなんか騙してるみたいな感じになってすごい嫌だなって思ってる。そう、なんかでもその私のわがままとかじゃなくって、そう、なんかみんなでいいものを作ろうっていう感じになったらいいなって思ってます。なんかファーストの時もすごいなんか、そう、すごい話し合いに混ぜてもらったし、なんかそう、もちろんプロ目線っていうか出版社の方だったりとか、うん、こうした方がいいですっていうなんか根拠があったりとかだったらふむふむって聞いてたりするしね。そう、あのでも結局こういう写真作品として出るのは自分の写真集だから、なんか他の人がなんかそうもだけど、結局は自分、例えば妥協されたとしてもなんか時間をかけなかったとしても結局は自分の写真集として出るわけだから、なんかそこはもういろんな方にこれからもお世話になりつつ助けてもらいつつ、みんなでなんかいいものになったらいいなって思います。でもめちゃくちゃ皆さん優しい、ファンクラブって今入ってるのでいいよね。あ、うんうん、そう、11月1日に開設したファンクラブが今後も続きます。個人ファンクラブがね、もちろん STU のファンクラブもあるけど、 STU のファンクラブは滝野の名前は30日で消えます。1日になった瞬間かな、消えます。です。
ほなほなほな、あ、うん、あ、書いてるやん。あ、そろそろ。うん。じゃあ、あ、じゃあ、あ、私55分に終わって11時から配信します。二部制で、次の配信の時にこれを見せます。ティラティラ、これを見せます。はい、ちょっと予約しとこ。23時から始めるので、ちょ、55分ぐらいに終わろうかな一旦って感じです。あと10分間ぐらいします。まあこの配信で予約してくださる方はぜひ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 、明日からもよろしくね、みんな。改めてよろしくね。メールが送れなかったよ。変な顔しちゃう。変な顔しちゃう。気にしないで、ごめんね。明日送るよ、送るよ、送るよ。へメールも今月で、あ、そうだね、メールも今月です、です、今月で終わりになります。だから明日からちゃんと送ります。ちゃんと、いや今日もね、送りたいよ、送りたいよ。優先順位高めでいきたいと思います。ガウ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 。
あ、今日締め切りだって。あのアザージャケット、そうアザージャケットのコメントの皆さん、今日が締め切りです。そしてメッセージのやつ、ふにゃあと1時間ちょいだそうです。はい、ぜひ。あ、そう、これでやっと言える。写真集の発売は卒業後です。はい、なので多分サインも、ま、新しいっていうか、まあちょっと違うやつだと思いますあのね、1週間で30名様に、今週ね、今週この絵柄のがね30名様サインがつくんだけど、これに書くサインもあの、そう、卒業後バージョンだと思います途中でサイン変わるのか、うん、途中でっていうか、写真集のサインは全部その卒業後のサインです。発売が卒業後なので、その10月とかに予約してくれた方も、予約の時はそうだけど発売の時はもう STU ではないので、そう、届く時はあの卒業後バージョンだと思います。そうなの、お渡し会とかサイン会とかどうなんだろうって思う方もいると思うけど、そう、それは分からないです。分からないですもしあったとしても発表もされてないのにありますとは言えないので、そう、なんかないものとして考えてとこ、そしたら会った時に嬉しいじゃん。一旦あるといいな、でも ないかもな、ね、うん、って思っとこ。今んとこサインだからもらえるのはこの生受信で当たった方のみです。そう、そうなの。です。だからそう、よくコメントもらえるけど、コメントもらってたところで、私はそのなんか発表されてないこととかについてはもちろんここで言えるわけはないので、そう、ご了承くださいませ。そう、話し会とかでもね聞いてくれる人いるんだけど、そう、発表されてないことをお話し会でそう言うえちゃはないのでそうなの、お口はチャックで、お口ミッフィーです。いろんなことは公式だったり、そのそう待っててね。そう、だからその例えば私が言ってないこととか発表されてないこととかをこうらしいよとか言ってる人って大体私言ってなかったりするので、なんか思っててそうやって、そう、たまになんかお話し会でこうやって言われたとかなんか言ってるのをリプライとかで見るんだけど、んって言ってないぞ、んってなったりするので、そう、あんまりそのなんか他の人が言ってたみたいなものは、そう、
その人のそうそうなってほしいみたいな考えも多分混ざってたり、そのなんかそう言ってほしかったんだろうなって感じだったりするので、そうそうそう思い込みとかそうそうだったりするので、そうなんか他の人がこう言ってるとかはあんまりそんなに気にしなくて良いよ、うん、って感じです。それでは一旦ドンジを読みます。次の配信で来週の絵柄を解禁します。13位テラコブさんありがとうございます。12位高雪さんありがとうございます。11位ジャンケンさんありがとうございます。10位イダンさんありがとうございます。9位ヒロピーさんありがとうございます。8位ツヨシさんありがとうございます。7位デリーピーさんありがとうございます。6位ヒーロさんありがとうございます。5位紫タルトさんありがとうございます。4位出会い頭のネギトロさんありがとうございます。3位バリーさんありがとうございます。2位笠置さんありがとうございます。そして1位はヒデ様さんありがとうございます。それでは23時にお会いしましょう。あと1時間、今日は12時まで配信したいなと思ってるので、ぜひ最後の1時間あんこちゃんのよろしくお願いします。それではまた後ほど23時、バイバーイ。